パルプンテJリーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は、2020年福岡を振り返るということでございましてですね、このオフの、クラブ別、企画の第1弾はアビスパ福岡にいたしました。まあ、J2 優勝ということでうろろろろしてですね、振り返ることが、たくさんあると思います。で、さらに21年に向けて動き出していますようにアビスパ福岡はですね、そこら辺の、オフの、動き等も、含めて、お伝えしたいと思います。で、またちょっとねベスト11とか MVP なるものをちょっとね個人的に考えてきましたので、よかったらですねよかったらね見ていてくださいということでございます。早速いきましょうか。ちょっと今日スライド多くなるんでもうちっちゃくいきますよ。こちらアビスパ福岡、今年2勝ち点84ということでございまして、本当、素晴らしい数字でございます。本当勝ち点84でなんで2位なんだという話でもござるんですけども、本当素晴らしい、1年間でした。で、51得点29失点ということでございまして、この51得点29失点ね、ちょっと文字のあれがおかしいな、バランスがおかしいな、しょうがない、これは申し訳ないということで、リーグしかし29失点リーグ最少で唯一の20点台ですね。本当、堅守でしたね。堅守を支えたあの選手が退団するとはということでございまして、ちょっと悲しいですけども、そこは後で話していきましょうかね。チーム得点王は遠野選手の11得点2位でファーマ選手8得点増山朝日が5得点3位へ入りましたということでございましてですね、なんだかんだで2桁ね、取る選手が、出てきました。やっぱりねチーム内に2桁得点取れる選手が、いないと厳しいよねって思ってたところ、しっかり遠野選手が、取ってきたのは大きいですね。で、ファーマ選手もね、前半戦本当なかなかゴール生まれなかったんですけども、後半戦本当いいところで点を取って、くれてます。で、8得点しっかり、結果残しました。で、レンタル組同じくレンタル組遠野と一緒ですけども、増山も5得点ということでございまして、ただ増山の場合はファーマと遠野もそうですけども、特に増山の場合はですねサイドアタッカーとして、得点以外の部分で非常に大活躍して、本人としてもね、一皮二皮向けたんじゃなかろうかと思いますね。向けたからこそ、来季いるかどうか不安だということでございまして、次アシストサロモンソンの10ですね。これリーグ最多でございまして、見事、サロモンソン選手はリーグアシスト王ですね。 J2 のアシスト王に、輝くことができました。で、本当ただアシストってなかなか計算が難しいんですけども、ただ、多くのデータサイトで、サロモンソンが、アシスト王じゃなかろうかということでございまして、アシストね計算難しいところでございますけど、アシスト王ということでございまして、やっぱりサロモンソンって言ったらですね、この間の、ゴールもそうなんですけども、やっぱ栃木戦の、あのフリーキック、あれが僕は効いたと思いますね。あの後から結構、サロモンソンというかアビスパ福岡乗ってきましたし、サロモンソン自身もあの後が非常にいいプレーに、変わりましたので、やっぱりそこはねあのゴールが一つきっかけで、変わった面非常に大きいのかと思いますね。次アビスパ福岡の、今年の良かったデータというのをまとめましたね。良いデータいつも通りフットボールラボさんから、引用させていただいておりますけども、非チャンス構築率1位ということでございます。このデータはどういうデータかというと、非チャンス構築率なので、どんだけ相手にチャンスを作らせなかったか、要は逆によくアビスパピンチすらなかったということでございますね。本当、リーグ全体を見渡してもこの数値が1位ということでございまして、それにつながるのが失点数ですね。リーグ最初につながるわけでございます。もっとというならこの非シュート数も2位なんですね。要はシュートを打たれた回数も、2位ということでございまして、少ない、本当この守備の指標というのが非常に良かったですね。本当そもそもチャンス構築率、非チャンス構築率が、1位なのでピンチを迎えるシーンがなかったね。ピンチになりかける前にしっかり、福岡のディフェンダー並びにもボランチの選手、チーム全体で、相手に、深いところ嫌なところまで侵入される前にしか潰して、ボール奪えているということでございますね。で、16節終了時点では5勝6敗4負け、ここで17位に落ちるんですね。本当この数値を見るとやっぱ前半戦厳しかったんだなと思いますけれども、これが17位で16節までこの数字ですからね。ただこっからですね、でもこの17節から12連勝、ちょっと K が入ってちょっと誤字をしておりますね。誤字脱字がありますけども、それでここ申し訳ございませんということでございまして、ただ、17節から12連勝達成しておりますね。アビスパ福岡はちょっとコロナの影響で、ちょっと他のチームよりも、連戦が、なかったんですよね。で、この連戦をどう乗り切るかが、ターニングポイントかと思っていたんですけども、そこで逆にこのね、コロナの影響を逆に味方につけてと言いますか、逆境を跳ねのけて、そのね、
過密日程を、勝ち続けるということでございましてね、乗りましたね、そこで、まあ、完全に、まあ、体力的には、厳しかったと思いますけども、やっぱり J2 を勝ち抜くにはやっぱり重要なこの勢いという部分をここで一気に加速させた、感じがありますね。だからこの福岡にとっては確かに過密日程、体力的には、厳しかった、フィジカル的にも厳しかった12、連戦だったと思うんですけども、まあ、そこで完全に勢い乗りましたね。本当いいイメージのまま本当試合に入れたのは非常に良かったのかと思いますね。次、バットなデータでございます。バットなデータでございますけれども、セットプレーからの失点が実は13失点で、まあ、セットプレーが15点も取ってはいるんですけれども、失点も13点でこれ全体の 44% なんですね。29失点のうち13失点がセットプレーからの失点になりますので、まあ、44% ということでございまして、まあ、そもそもの失点が少ないので、まあ、やられるのはセットプレーからだよねということで、まあ、ある意味でポジティブなデータとも取れるかなと思いますけど、なかなか取りどころ難しいですけどもね。で、30m 進入回数19位ということでございまして、これもね、まあ、福岡自体が、まあ、のポゼッションで、ね、相手をこうどんどん押していくようなサッカーじゃございませんので、まあ、ここの回数は確かに少ないんですね。少ないのは分かるんですけど、問題次です。ペナルティエリアの進入回数も12ということなんですよね。でこれはさっきの話に通じるんですけども、やっぱりポゼッションするチームっていうのは、この辺の、30m 進入回数とか、ペナルティエリアの進入回数というデータはよくはなるんですけども、カウンターサッカーであるんですけど、もうちょっと回数を、まあ、増やせたらよかったのかなと個人的には、思います。本当これは個人的なんで、まあ、アビスパのサッカースタイル的にここは別に、ね、19位とか12位でもまあいいのかと思うんですけども、ただ、もうちょっとチャンスが、まあ、増えれば、ね、楽な試合もあったのかと個人的に思うので、まあ、ここら辺バットであるんですけど、まあ、改善、ね、必要かどうかなかなか難しいところであるんですけど、まあ、実はこういうデータもありますよということでございますね。で、チームベスト 11&MVP ということでございましてですね、まあ、僕が勝手に選んだ、ベスト 11&MVP でございますので、異論は受け付けますということでございます。こちらですね、まあ、ゴールキーパーセランテスかなと思います。で、まあ、もう左サイドバックはワーコとユーザワで悩んだんですけども、やっぱり僕は湯沢選手のパワフルな、プレーが好きなので、まあ湯沢選手ですね。まあセンターバック2枚はグロリ上島ですよ。これはもう、誰もが納得してくれるじゃなかろうかと。サロモンソン、まあ足そうなんで、ここはもうここもまあもう何も誰もね文句言わせないわけじゃございませんけど、まあ妥当かと、思っております。でダブルボランチ悩んだんですけどもね、やっぱ前選手ね、前がやっぱりねコロナから復帰した後から福岡連勝街道が始まりましたので、やっぱその存在感っていうのはまあ、ピッチ内外で大きかったのかと思いますね。でボランチね、松本ですね、まあ重弘がですね、まあ最近試合シーズン終盤のは重弘選手が起用されて、まあ、松本もちょっと怪我とかがコンディション不良とかで出れていなかったんですけども、ただやっぱりこの重弘がまあいなかった間とか、なかなかボランチ決まらなかったんですよね。まあ、鈴木純がやったりとか、まあ、田辺がやったりとかやっていたんですけども、この固定できなかったところにもレンタル組として、松本が夏に加入して、でその松本が加入してからも結構だから福岡上り調子になったんですよね。だからそういうことで言うと、まあ、あの時期一番な、福岡の調子が良かった時期に活躍していたボランチやってた松本かなと僕は思いますので、まあ、ここ本当松本ちょっと選ばせてもらいましたね。で左一番悩みました、実は、まあ、福光か石塚で悩んだんですよね。で悩んだんですけどもね、やっぱりあの僕はあのゴールが忘れられないとか、まあ、何戦か忘れたり、どこの試合かは正直忘れたんですけども、あのアビスパのホームでね、ベスト電気スタジアムで決めたフリーキックですね、あれは一体何戦だったかなって感じがするんですけどもね、あのセットプレー決めたのが一番僕は印象的で、なんかやっぱり福光のここまでの苦労とかいろんなものが報われたのがあのフリーキックでの、まあ、直接のゴールかなと。あれで結局まあ決勝点になって、福岡連勝を確か伸ばしたと思うんですよね。でそういうことで言うと、やっぱあのゴール僕はアビスパの中で今年のベストゴールの一つと思うので、まあ、福光ちょっと選ばせてもらいました。石津もね、本当悩んだんです。石津でもいいかなと思ったんですね。あの長崎とのダービー戦でもですね、あのスーパーゴール決めていますし、そういう意味では、まあ、シーズン通しての貢献とか試合出場でいうと石津かと思うんですけど、ただやっぱ福光のあのゴールが僕忘れられないので、ちょっと福光選ばせてもらいました。で右は増山ですかね。やっぱりね、増山、シーズン終盤は結構ねベンチスタートが結構実は増えていた増山選手ですけれども、やっぱり増山選手のこのまあ性格マインドの部分ですね、しっかり中でプレーするっていうね、もうやっぱりシーズンの序盤中盤で調子が悪い時に僕はずっと結構言っていたんですけれども、やっぱりサイドアタッカーの選手がサロモンソンと同じレーンに入ってしまうんですよね。でやっぱりもうこのサイドアタッカー、これと増山とサロモンソンがまあ、同じラインに入ってしまうことによって、ちょっと攻撃が窮屈になってクロスも遠い位置からしか入らないっていう
ていうことだったんですけども、しかしそれを増山がよくカバー、変化してくれて、結構ねこの増山がね2トップの近くでプレーするようになってからね、非常にバイタル付近でプレーするようになってから福岡攻撃の調子が良くなったので、まあそういうところやっぱ改善できたのは増山のこうドリブル能力とかスピードで、まあシュート決定率とか、まあクロスの精度とか、そういうのいろいろ含めてやっぱり総合的に増山かでも2トップは当のファンマンですね。ここはもう鉄板かと、まあ来季山岸選手がねここにどっかで加入加わってくれれば非常に僕はありがたいんですけども、まあ注目、そして最後 MVP はこちらですね、前選手ですね。やっぱりまあキャプテンとしてここまで最後引っ張ってくれました。本当自分自身のまあコロナの影響でまあちょっと離脱してしまった時期あったんですけども、ただやっぱり前選手のやっぱり話、いろんな話、選手の話聞くとやっぱり前選手 このキャプテンシーというかまとめる力とか、まあピッチ内外で非常に発揮してくれました。本当前選手今年ねいろいろ大変だった1年と思いますけども、僕の中では MVP は前選手でございますので、来季もぜひとも残って一緒に戦ってほしいと思いますね。はい、でオフの動向、ここからオフですね、今年のオフの動向でございますけれども、まあ、ここまでのオフの動向ということでございまして、まあ、長谷部監督は残留かなと、まあ、あの一時神戸の噂もありましたし、実は神戸以外にも、まあ、職種を伸ばされているクラブがあるようでございますね。本当もちろん長谷部監督クラスになると、まあ、いろんなクラブから声がかかるのは当然でございますし、去年もね、J3 で、まあJ3 から J2 に昇格した群馬はですね、群馬の監督が、まあ、松本山雅にね、まあ監督として移籍するということでございまして、まあ、それも結構ね、おお珍しいなと思ったんですけども、要は、まあ、昇格したチームの監督も去ることはあるんですよね。まあ、ただやっぱり他のなんだろうな、話聞くまとめると、まあ、残留ということでよろしいのかと思うので、やっぱ正式発表、まあ、早くしてほしいんですけども、やっぱりね他のクラブの職種はちょっと気になるところでございますね。でセランティスがまさかのということでございまして、まあこの動画を収録している、20分前ですね、本当に20分前というか、ここの資料を作り直したぐらい、このセランティスをまさかがまさかのところを後で付け加えたぐらいなんですけどもね、まあ本当ね対談ということでございまして、でしかしもうツイッターですね就職活動しているというね、本当びっくりなんですけどもね、まあこのどっか日本のねクラブ紹介してくれみたいな、日本でプレーしたいんだということをツイッター上でまあ、話しているので、まあ来季どっかで戦うことになるであると。まあただ福岡のまあ今年の29失点っていうのはやっぱりセランティスで、得た29失点最小失点に抑えれたっていうのはあると思いますし、僕は常々言ってますけども、やっぱセランティスって去年からですね、特に1年前ね、去年の悪かったシーズンで調子の悪かった中で勝ち点1とか2とか2はないか1取れたっていう試合はやっぱりねセランティスの活躍が非常に大きかったですし、まあ本当ね昨年苦しい中でセランティスで取った勝ち点がなんぼあるんだっていうこと、それぐらい僕はまあセランティス大好きな選手なんですけどもね、これ来季のゴールキーパー争いどうなのかっていうのと、まあちょっとここには書いてなかったというか書き忘れたんですけども、これでまあセランティスが対談になりますので、まあ外国人枠の方がどうなるのかと、ここからまた増やすのか、それともですね、まあ外国人選手枠、まあ全部フルで使い切るために、まあこれ以上増やさないのかとか、まあそこのいろいろあると思いますけども、どうなんですかね。まあ外国人枠っていうとですね、まあ本当ね余らせてもよくないしということで、余らせてもよろしくないし、まあ今度オーバーするとよろしくないということでございまして、まあセランデスの代わりにまた1枚増やすのか、それともまあもうね、ドーグラス・グローリー、そして、グティエレスが復帰したんで、グティエレスで、ここをやっぱり行くのか、まあ、その上島がやっぱりレンタルバックの可能性が高いということでございまして、もしかしたら来季の福岡のセンターバックは、まあ、ドーグラス・グローリーと、あとグティエレスになるのか、なる可能性も、外国人コンビのセンターバックの可能性も、まあ、これで出てきたかなと思いますね。で、まあ、そこは本当、セランデス選手、まあ、残念ですけど、本当、今日まで本当ありがとうございましたということでございますね。はい、で鈴木純も満了ということでございまして、本当鈴木純福岡の象徴ですけれども、ここに来て満了ということでございまして、本当彼のまあセットプレーから何回も今年はチャンスありましたし、まあ、直接ゴールもありました。そういうことで本当非常に残念ではありますし、僕の中でアビスパ福岡の選手といったらってなると、僕はやっぱり中村北とか、鈴木純っていうのがやっぱり僕の中の、アビスパ福岡の選手、まあ、もしくはジョーゴとか、まあ、ジョーゴが一番そうなんですけれどもね、パッと浮かぶのはやっぱり中村北斗の印象僕強いんですよね。まあまあ FC 東京いた時期の方が長いんですけどね、うん、でもそう考えると一人、まあアビスパ昔から僕の好きな選手いなくなるというのは非常にまあ残念な話かと思いますけど、まあ、しょうがないですね。まあ、はい、まあ、次の本当また別の、ピッチでお会いできたらと思う。でレンタル組の去就が決まらないと補強には動けないかということでございましてですね、まあやっぱりこれは
所属元のチーム次第いかんと。やっぱりね、例えば川崎フロンターレね、遠野が、所属している、川崎フロンターレになるんですけども、やっぱりね、ここで例えばね、大物外国人選手とか大物日本人選手が川崎フロンターレに加入でいうのがフォワードの選手でね、フォワードの選手で加入があるとすると、遠野の居場所っていうのは、まあ、もちろんなくなるわけでございます。で、逆にフォワードの選手とか、まあ、ウイングの選手もそうですよね、あの辺りのポジションの選手で誰か放出があれば、その放出して空いた枠に一つ、空いた枠に一つ遠野が飛んでくる可能性もありますので、この一概にね、レンタルバックはすぐに発表は個人的にはないのかと思います。本当レンタル元のね、補強次第というところもあると思いますので、ただその中でやっぱり、僕的には松本とサロモンソンは残留、福岡に残留なのかと思います。まあ、っていうのをサンフレッチェ広島は、まあ、これ以上の、ね、オフ、今年補強はないよって言ってるんですね。まあ、これは本当今年の経営悪化の、原因でですね、まあ、サンフレッチェ広島今年のオフは補強は基本的にはまあないと。で、新加入の藤井選手のみが、新加入の藤井選手のみですね、新人で入ってくる選手のみが、新加入として来季いると。で、そう考えると、まあ、補強はないっていうと、レンタルの松本とかサロモンソンとかはどうなるのか、ちょっと非常に気にはなるんですけども、ただコロナの影響でお金がないっていうことでございまして、多分サロモンソンも結構お金、給料高いと思いますので、まあ、そこはちょっと復帰難しい感じで、まあ、松本も例えば広島に戻ってチャンスがあるかっていうと、まあ、そこも微妙なとこなので、まあ、松本かサロモンソンかでいうと、まあ、松本の方がまだレンタルバックの可能性あるのか、サロモンソンは僕は残ると思うんですけどもね、さあどうなるかっていうことで、それが本当レンタル組は、元のレンタル元のチームの挙手次第かと思いますね。で、まあ、その中で、まあ、獲得の可能性があるってすると、やっぱり小川、黒川、運動家、ボニフェイス、その他ミッドで主導経験のある選手、やっぱりここになるのか、やっぱりこう今年のオフっていうのは正直短いですね。例年のシーズンよりオフ期間が短いんですよね。で、なんだろうな、例えばね、例年であればもっと早くにね、福岡の昇格が決まっていればいろんな選手に声をかけられたと思うんですよね。いや、今年も来年も福岡の J1 昇格が決まったからね、来年 J1 で戦うからっていうのが11月ぐらいに決まっていれば、早い段階で声をかけられて、いや、じゃあ J1 で福岡決まってるのやろうかってなってたんですけど、まあ、今年はシーズン過密日程と、まあ、混戦模様のいつもの J2 ということでございまして、まあ、12月まで伸びたんですよね。要は、ね、来季のカテゴリーが決まるのが1ヶ月例年より遅れているわけでございますので、そういうことで言うと可能性のある選手から声をかけた方がいいんですね。で、可能性のある選手で、じゃあどういう選手かというと、やっぱり長谷部監督が指導した、水戸で指導した小川とか、黒川、運動家、ボニフェイスとか、その他水戸で経験の、まあ、指導経験のある選手、もしくはこの後に続くのがやっぱり福岡県出身の選手になってくるかと思うんですよね。まあ、そういうのが僕はいいと思います。本当ね、例えばね、もう縁もゆかりもない選手、実力者に声をかけるよりも、やっぱり長谷部監督の人柄とか、指導力とか戦術とか分かっている指導経験のある人の方が来やすいのかと僕は思うので、まあ、この辺、僕は期待したいと思いますし、そうすべきと僕は個人的に思っておりますね。で、まあ、どうなる2021年ということでまとめるとですね、まあ、レンタル組がどれだけ残るかですね。で、徳島に2勝した意味っていうのは、まあ、多分前のあのレビュー動画でも話したんですけども、これは自信にすべきっていうことなんですけども、まあ、あのやっぱり徳島に2勝した意味、やっぱりね、来年徳島っていうのはおそらくもう悪い言い方すると残留争うかも知れないライバルになるわけでございます。で、やっぱりそこに2勝したっていうのは非常に、まあ、大きいと思いますし、選手の、自信になると思いますので、やっぱそこは大事で、もっと言うならば、その残留争いのライバル、まあ、もう残留争いって言ってしまうと厳しいんですけど、まだオフの過ごし方次第なんですけども、まあ、やっぱ J2 から昇格したばっかりなので、残留争いに巻き込まれる可能性がまあ高いと考えると、やっぱりそこでね、しっかり今年の、まあ、J2 昇格したチーム徳島に2勝ということは、この来年ね、このままでいくとですよ、あくまでこのままでいくと徳島から勝ち点6来年も取れる計算なんですよね。で、だからね、勝ち点6を取るって結構大きくて、やっぱり一緒に昇格してきた徳島相手にやっぱ2勝、最悪でも1勝1分け来年上げないと、他のね、J1 チームから、勝ち点取るのは厳しくなるのかと思いますね。で、もっと徳島も今年は今はね、やっぱり監督が変わるという話もありますし、まあ、渡井選手とか何か移籍の噂も、あります。そういうことを考えると、まあ、徳島は今ちょっと厳しいオフになりかけている中で、福岡はどれだけ粘れるかというところになるかなと思いますね。で、カウンターの精度を上げたい、まあ、さっきも言いましたけどもね、カウンターサッカーなんで、まあ、この 30m 進入ラインとか、ペナルティエリア進入回数が少ないのはしょうがないんですけども、それにしてもちょっと、もうちょっと、まあ、試合の中で
で回数カウンターを通してですけども、やっぱり上げれたらまあいいのかと、まあ本当さっきも言いましたけど、チームスタイル的にそれでまあいいとする考えもあると思うんですけど、個人的にはもうちょっと攻撃の指標を上げた方が、いいのかなと個人的にですけども、あくまで本当思いましたね。ということで、まあ本当どうなる2021年ということでございまして、まあ本当レンタル組がどれだけ残るかに限られてくると思います。で、本当はさっきも言いましたけど、レンタル組の去就っていうのは元の所属チームのまあ移籍のね動向とか補強次第になりますので、早いとこ決めてくれって感じがしますね。まあ正直上島に関してもレンタルバック99%かなと思ってはいるんですけれども、残る可能性があれば残ってほしいと思っております。はい、ということで今回ちょっと長くなりましたけど、アビスパ福岡、2021年この2つに向けて、お話をさせていただきました。まあ他のチームもちろんね、長崎やります、北九州やります、大分サガン鳥栖浦和やります。時間があれば他のチームもやりたいと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、来年1年間まずお疲れ様でした。来年も頑張りましょう。ということで、以上、さよなら。